久保さん。久保さん <laughs>。いや、もう誰もが思わないですよね。僕が R34 を手放すっていうのは。これね、実はね、言ってないことが、まあ、その理由ですよね。実は深い深い理由があるわけですよ、実は。まあ、あの、R34、僕ね、あの、手に入れた一番の起点があるんですよね。なぜあの車を手に入れたのか。その起点は何だったのかと。 社長の一言なんですよ。もともと当時、僕はあの、もうね、あの、東京で働いてて、まあその時渋谷か。渋谷の事務所で働いてて、まあずっとそこでね、止まり込みで仕事してたんですけど、12月か。12月、プロモーション3つぐらい回して、もう1ヶ月間本当にもう多分ずっと泊まり込みみたいな感じで、で、3000万ぐらい上げたわけですよ。で、 さすがに3000万はよくやったな、みたいな。3000万はなかなか一人でね、3000万はまあまあ上げたぞと。で、なんか欲しいもんないかって言われて、社長にね、いや、欲しいもんないっすね、みたいな。車はどうだと。いや、車、会社に泊まってるんで車なんか乗れないっすよ、みたいなね。まあ、もう通勤すればいいじゃないかと。あ、通勤か、みたいなねあ。通勤すれば確かに乗れますね、みたいな。 まあ、そもそももはや通勤という概念がなくなってたっていうね <laughs>。なるほどね、と。であ、じゃあ、じゃあ、つってね。で、車探して。で、あ、俺3、4乗りたかった、つってね。そっからブワーって調べたら、ちょうどあってっていうで。で、しかもそのちょうど、まあ大阪のグローバルオートっていうね、会社で買ったんですけど。で、ちょうど、 大阪でセミナーをするっていうね1月12月にその話が出て1月の頭に大阪でセミナーをするの決まってたんですよこれはっつってで大阪のセミナーそう山口さんっすよ山,山口さんと買いに行ったんですけどあれ山口陸梅田さんとはねセミナー大阪のセミナー終わった後車屋さんに寄って一緒に買ったんですよ でまあ買ったのはまあ僕名義であの僕がローン組んで買ったんですけど <laughs> でまあまあでそれからちょっとそれから2年かあ2年ぐらいですか経ってまあ僕は会社を辞めたんですけどまああの一応なんだ会社のその経費計上で落としてまあ2年ぐらいは会社経費の経費計上で落としてまあその後僕辞めたんで まあ僕がもうほんと僕が払うみたいな感じだったんですけど。だからまあ結論あの車っていうのはまあ18歳の頃は僕が憧れてた車でまあ乗りたいなと思ってたんだけどもうんまあ久保さんの言うアーシアンの話じゃないですけど100%忘れてましたよね。<laughs> 車という概念がもうもはやなかったっていうね。うん完全にもうアーシアンです。完全に忘れてたっていうね。 うん、であの社長の一言がなかったら、まあ間違いなく買ってなかったですね。もう本当間違いないですね。これは。かあの、車を買うという選択もなかったし、うん、多分、まあ逆にその、僕が鹿児島を選んだ理由も、まああの車なんですよね。あの車で全国ぐるぐる回って、で、鹿児島っていうところに寄った時にね、 めちゃめちゃいいとこだなっていうそうあまあいろいろなそのまああの車のおかげだなっていうのはすごくまあ鹿児島を選,選べた理由もあれなんですけどただまあきもう独立して僕5年経つわけですよでまああのまあ久保さんには多分あのお会いした時言ったと思うんですけど言ったかな あのこ今年の2月かで8あれね9年か8年9年ローンか8年ローンだったと思うんですけどまあローン完済したんですよねあれも <laughs> GTR のローンも全部ああの払い切ってだからもう所有者僕所有者今までねオリコだったんですけど所有者が僕になりましたんで <laughs> だそういうのもありますね。あと、き、だからまあまあ本当に起点は、僕の意思ではなかったってことですね。あの車は、うん。思いはあったけど、僕が買おうと思って買った車ではないと。買おうと思って、まあ、なんだろうな。本当、社長の一言がなかった買ってないですから。うん。だからまあ、あの、もういいかなっていう5年経ったし、で、僕ももう、うん、来月で39、 再来年で40独立して5年経ちますんでうんまあ全て新しいステージに行くっていう部分でも全部自分の意思でねあの車もだからあとそう、えー、18の時から僕は免許取ってから、まあ、マニュアルを乗ってきたんですよずっとですだから20年ぐらいマニュアル乗った20年ぐらいかずっとマニュアル車を乗ってきたんですけど これも、もう、抑えになるし、もう、オートマでいいんじゃないかなっていう <laughs>。もう、20年、密ン乗ったからいいじゃないかな、みたいな <laughs>。っていう気持ちにもなってきたし、やっぱね、あの、強化クラッチ入ってるし、しんどいんですよ。まあまあ。渋滞入るとね、久さん、強化クラッチで渋滞入るとかなりきついですよ。うん。あの、結構きついんですよ。 で、今度僕が買おうと思ってるやつは、まあ、あとは人生において僕新車で車を買うってことをしたことがないので、新車で買ってみたいなっていう、ね、人生に一回ぐらい新車で買う、車を新車で買ってみるっていう経験もいいんじゃないかなと。で、まあ、今度買う、買おうとしてる車は、まあ、もう最先端のテクノロジーが詰まってるので、あの、渋滞中はハンドルをね、60キロ以下だったかな、50キロ以下だったかな。 50キロ以下だと、まあ3カメがついてるんですよ。3カメついてて。まあ前方、もうカメラめっちゃついてるんですけど、あのー、その、50キロ以下ぐらいだったら、もうそのモードに入る、モードに入ると、もうハンドルを離して OK っていうね。ハンドル離しても自動運転です。自動運転。渋滞自動運転ですね。もはや。 すごくないですか今までは強化クラッチでもうクラッチ、足つりそうになりますからね。足つりそうになって、こう渋滞運転してたのに、今度はね、もう何もしなくても動くっていうね、すごい時代ですよね。<laughs> そう。だまあ、あの、車売れればね、まあ僕それ買おうと思ってるんで、新車で注文して。ただ、まああの、もうディーラーさんとかにも話してて、まあ注文したら、 まあ、8ヶ月ぐらいかかるって言ってましたけどね。八ヶ月。まあ、コロナもあるんで、まあ、半年はちょっと難しいですね、つって。まあ、別にさ、急いでないんで僕は。まあ、全然いいっすよ、みたいな。<laughs> そう。まあ、ディーラーにも話つけてるみたいなね。<laughs> そう。なんですよね。だから、まあ、自分の意思で、まあ、これからは、まあ、歩いていくぞというところで、まあ、ありがとうですよね。うん、ここまでの、なんか、いろんな、ああ、思い出、思い出というかね。 その思い出を捨てるという、捨てるというか、けじめをつけるというか、うーん。まあ、あと、まあ、継承するっていうのは、ね、もう、僕以外にも R34 乗りたいっていう人は世界にいますから、金、高い金払ってもね。うん、でも、その、そういう人たちも、ね、この R34 はもう、車じゃないと思うんですよね、あれは。僕はもう、R34 に関しては、まあ、 値段もめちゃ上がってる理由としてはやっぱもうね、普通23万キロぐらい走ってる車がね、まあ今カーセンサーにも出てますけど、2000万で売られないですよ。普通じゃないですね。だからもう車じゃないと思うんですね、もうあれは。うん、なんかその、人々の思いというかが、憧れの価値かなと僕は思ってるんで、た、だから、まあ僕の希望価格で多分まあ、 どうすかね、これやってみないと分かんないですけど、まあ、売れるんじゃないかなと。でもな、どうなんだろうな、車今、今だったらね、車屋さん、うー、んうん、まあ、もうちょっと、もう2、3年待たないともあれかもしれないですけどね。多分僕は4000万から5000万になってくると思うんですよ、今3000万なんで。 だ市,市場が4000万から5000万ぐらいのこの価格になった場合、まあ、1800万仕入れでも、まあ、売れればね、1000万以上、1000万ぐらい利益取れるじゃないですか。なんか、まあ、車屋さんに聞いたんですけど、その車屋さんがオークション行くじゃないですか、仕入れで。 車さんしか、あの、免許持ってる人しか行けないオークション。あれで3、4が10万キロ走ってるやつでそのオークション会場で1000万ぐらいで売れたとか言ってたんですよね。だから1 0万、十万キロで1000万で、まあ状態わかんないですけども。うん。まあ、そ、多分ね、まあ、行けないことないから、1800万でも買いたい人はいるんじゃないかなと。で、僕のありがたいことにこれがね、あの、v スペックツ2なんですよ。 で、最後に作られた GT-R でも、その平成13年、平成12、平成13年、14年、これ2年間だったかな。で、僕一番最後に作られた車なんですよ、あれ。平成14年の後期で、R34 の一番後期で、v スペック2で、まあ、カーボンのね、あの、ボンネットなんですけど、で、色が黒っていう。これはね、ほんとないんですよ。市場にないんですね、ほとんど。 ああそれでいけんじゃないかな。<laughs> それで結構高値でいけんじゃないかなと僕はろ目論んでるんですけど。そう。だからまあ、今度は自分の意志で、あのあ、新しいステージをね、切り開いていくっていう思いで、うん。まあ本当にあの車のきっかけは僕じゃないですから、あの、他人の言葉ですから。<laughs> あの社長の一言ですよね。なんか欲しいもんないのかみたいな。忘れてましたね。欲しいものを。<laughs> そうだからまあ、あの、まあ僕もね、ね、まさかその手放そう。でも逆に言うと手放してでも欲しい車が見つかったっていうのが、まあ大きな理由でもありますけどね。R34 手放してでも、 まあ、これ乗ってみたいなっていう車が見つかったっていうのはね。うん。まあ、ほんとね、M4、あの、M4 のカブリオのコンペティションっていうやつは、もう全部入ってんですよ。これはマジでないんですよ。その、なんか、その、もうほんとに、まあ、デフォルトで500馬力出る,出るわけですよ。<laughs> デフォルトで500馬力で、まあ結構もうス,スーパースポーツカーですよ。 あのデフォルトで500馬力出るんだっった多分いじったら多分700とか出ると思うんですけど <laughs> あのでプラスそのそれで500馬力以上510馬力だったかな出てオープンにもなるしその安全性のテクノロジーも全部入ってるとだからそのランボルギーニとかだとかはそのやっぱ走りに特化してる部分フェラーリとかは走りに特化しててまあそれあれはもっと上のスポーツカーになってくると思うんですよね だからまあ、中間層だけども、もう、なんだ、もう全部入ってるっていうね。だからもう、まあ、あとはその、ランボルギーニとかフェラーリに比べると、あの、まあ僕はもうガンガン乗るので、その、ガンガン乗るって考えた時に、ランボルギーニとかフェラーリをガンガン乗るっていうのは、ちょっとね、あの、日常に反してるかなっていう。 <laughs> まあ,あれでね、まあ、買い物行くっていうのもいいんだけども面白くていいんだけどもちょっとね、まあ、物理的な <laughs> 問題がいろいろありますからね駐車場でもっとでかいとこを探さないといけないとか車高の部分だったりとかあれを週末ねなんか本当にそのなんかドライブするだけに使うんだったらいいんだけども普通に週末も、あのー、なんだ平日もずっと乗り回すってなった場合 なんか、ちょっとっていう <laughs>、うん。まあ、まあ、維持費用も、維持費用も高いですからね。フェラーリとかランボルギーの方が。で、BM で新車で買うと、その3年、まあ、デフォルトで3年間無料、全部無料メンテナンス保証つくんですよ。で、オプション入れば5年までいけるんですよ。5年全部無料なんですよね。だから考えてるのが、 まあそのオプションで5年一応入って、もうずっとメンテナンス全部無料なんですよ。オイル交換とかも、もろもろ細かいやつも、もうほとんど無料なんですよね。で、全部、あの、無料メンテでしてくれるんですけど。で、まあ5年乗ったとして、まあ5年乗って、で、多分ね、僕が買おうとしてる車は5年後でも多分そんな落ちないんですよ。あんま市場に出,出回んないんで多分、日本で。だから、多分ね、1000万、んー、 で、まあ、で売れんんじゃなないかなと思うんですよねでそうしたらまた5年後新しい車あのまた多分またね進化してると思うんで,でそれで買い替えていくっていう、ね、新しい車にまたいいのが出ればねあの買い替えていくっていうこの戦略ですよねだから最新のテクノロジーが搭載された車をこの,この,の僕僕,僕のね肉体はああの劣化してきますけど <laughs> テクノロジーは進化していくので だからまあその体験して死んでいくっていうね次世代のテクノロジーですよねそうまあそのあ,あの映画の中テレビの中だったらねキットが自動運転とかねキットがいろいろやってくれたと思うんですけどまあ久保さんご存知の通り <laughs> まあそうじゃないじゃないですか現実はめちゃめちゃね手間かかるし金かかるし やっぱ古いじゃないですか。まあ、R34 も古いんですよ。もうだってもう20年前以上ね、車ですから。今はね、すごいですよ。ほんと、キットと同じようにね。まあ、あの、喋ってくれますしね、本当に。エア入ってるし。OKBM、OK、みたいなの言うと。あのなんだからその動画も撮れるしね。<laughs> そう。だから自分の意思で買うと。 いいうことでございますね自分の意志で歩いていくっていう。そのけじめというか。うん。多分あとね、まあ普通の人が多分できないと思うんですよ。その、YouTube で愛車紹介は本当にあるけども、愛車を売りますっていう動画を、まあ、まあほとんどない。プラスその愛車が3、4みたいな、今めちゃめちゃ高値ついてる、あ、3、4を売りますっていう動画を撮れるのは、多分日本で僕しかいないと思うんで、そう、やらないことをやるっていうね。 人と違うことをやるっていう。これ僕はもう鉄則だと思いますね。投資の世界でもそうだと思いますけど、なんで、ね、久保さんがビットコイン30万の時買った言うてましたけど、落ちた時ね。みんながダメだって言った時に買いに行くっていう。まあそれが投資の鉄則じゃないですか。みんなと同じことをやってたら稼げないんで。うん。だからまあ、これはまあみんなと違うことをやるっていうのが結構すごく大事なんじゃないかな。人生においてね。 うん、なんか、人と違った結果を得るためには、人と違った行動を取るっていうのが、まあ、大原則ですよね。人と同じ行動をしていて、人以上の結果を得ることは、僕はできないと思うんですよね。うん、人と同じ行動しててね。あの、99%の人と同じ行動をしていて、違う結果を手に入れたい。そんな話ないよと。うん。 少なくても多分目指してるところは1%の結果じゃないですかうん例えば月収100万っていうのもまあ久保さんと僕からすると月収100万はまあそんなにあれになったと思うんですけどね当時マージャン店でやってた時にネットで月収100万稼ぐなんていうのは久保さんもね1%というかねもうその常識の中に入ってなかったと思うんですよでもその常識じゃなかったことが常識になった理由は久保さんも人がやらない 逆をやったというかね、あの、普通じゃないことをやってきたから今があるんじゃないかなと思いますけどね。だからこれからも僕は普通じゃない生活をしたいので、うん。人と同じ生活をしたくないので、だから人と違う行動を取るってことですね。すごくシンプルです。これからもずっと人とは違う生活をしたい。この自由を担保したい。うん。自分の意志で、 自分の人生を歩いていきたい。そのためには人がやらないことをやっていくと。うん。ここ結構大事なことだと思いますけどね。うん。なんか結構ね、まあ、まだ僕ね、投資やってないんですけど、結構僕、だいぶちょっと、まあ、考え方がね、あのー、だいぶちょっと高まってるので、なんか投資で勝てる気がするんですよね。やってないけどもはや自信があるっていう。 なんかいろんな人見てきてるし、いろんな考え方も入ったし、やってないけど、なんか投資で失敗することがあんまないんじゃないかなと。逆に言うと失敗したらそれがネタになるんで、それでアクセス集めてやろうと思って,も思ってるし、結構無双状態になってるのかなっていうのは結構思いますけどね。まあでもそこに甘ん,んじることなく日々やるべきことはやりますけど。うん。だから日々やるべきこともやって、アグレッシブなところもありつつっていう。 まあ、あのなんだえー、っとあの二刀流二刀流の誰でしたっけーが小次郎じゃん小次郎か二刀二刀流二刀流有名剣士二刀流の誰でしたっけ小次郎でしたっけ坂本あ坂本坂宮本武蔵だ 宮本武蔵二刀流だ。宮本武蔵って、その二刀流って、なんか前聞いたんですけど、あの、なんだろうな、ただ持ってるだけじゃなくて、その、左手も強いし、右手も強いみたいならしかったんですよ。だから、もう、どっちでも強いみたいな。だから、なんだ、ただ、その、普通の考え方だったら、この2つの剣を持つことによって、2倍みたいなね。 強さ2倍でも宮本武蔵の場合は2倍2倍みたいなもしくは4倍4倍みたいななんかそういう感じだったらしいんですよだからめちゃ強かったみたいなだからうこっちの剣がなくなっても左手でもめっちゃ強いかったっていうねそういう話を聞いたんですけどあすごいなと普通の考え方だと一つと一つ持つから2倍みたいな考え方じゃないですかでも宮本武蔵はもう両方強いから どっ,ちどっちがなくなっても結局こっちでも人より強いみたいなた <laughs> 多分ね結構最強じゃないですかで蹴りもあったらまた最強するんですよそれ蹴りもあるみたいな <laughs> うんそう、はい、まあこれからはまた次のステージですから、はい、39歳から40歳にかけて1年間 R さん用ねこのセールスビデオを撮ってきますよ <laughs> ここ面白いですね。売り手つくか、買い手ね、お便せ来るかなーっていうのはすげえ今からワクワクしてるんですけど。で、お便せ来たら来たんでまた動画のネタになるし。<laughs> これ、誰もできない企画ですよね。だって R34 持ってる人少ないですし、全国でね。しかも R34 持ってる人少ないし、その R34 持ってる所有者が売りますっていう動画を撮るっていうのはまずないので。うん、まあ、業者だったらわかりますけどね。業者だったらそれは撮るけども。 僕、業者じゃないのでそ、個人が愛車を手放す。売ります、3、4、手放します。みたいなね。かなりパンチャー、ーだから、これアクセスも結構、もしかしたら、来るんじゃないかなと。<laughs> はい、思ってますから。ん。な感じですかね、久保さん。はい。はいろいろとお話ししましたけど、終わります。では。